ついに2023年のプロ野球が開幕しますね。阪神タイガースも今年からチームを率いるのが岡田監督となり、野手のスタメンや投手陣が去年とガラリと変わりそうです。そこで今回の動画では開幕のスターティングオーダー、そして先発ローテーション、勝ちパとして投げるピッチャーを予想していきたいと思います。まずは開幕のスタメン予想からです。ぜひ最後までご覧ください。1番センター近本、2番セカンド中野、3番レフトノイジー、4番ファースト大山、5番サード佐藤輝明、6番ライト森下、7番キャッチャー梅野、8番ショート小畑、9番ピッチャー青柳、なんといっても注目すべきはルーキーの森下選手でしょう。オープン戦では3本のホームランを放ち、打率3割超え、OPS9 割台という新人とは思えないような強打者としての結果を残しています。ルーキー時代に鮮烈なデビューを飾ったといえば、オープン戦で6本ものホームランを放った佐藤輝明選手ですが、当時は三振が多く荒削りな印象でした。しかし森下選手は選球眼も良く完成された即戦力という印象です。そして去年と大きく変わったところとして、岡田監督の方針により去年までショートを務めた中野選手がセカンドへコンバートされたことでしょう。ショートのポジションには小畑選手が入ることになりそうです。小畑選手は肩がめちゃくちゃ強いので、中野選手とはまた違ったダイナミックなショートの守備が見られることでしょう。二遊間の守備力が去年に比べて向上することは間違いありません。個人的にはオープン戦とファームですでに5本ものホームランを放って結果を残している井上康太選手が見たかったですね。完全にホームランバッターとしての才能を開花させつつあるように思います。開幕での1軍は出場機会が減るということで、2軍での経験を積ませる方針のようですが、今年は活躍の年になる予感がします。続きまして投手陣を見ていきましょう。開幕での先発ローテーションと勝ちパを見ていきます。表ローテ1人目青柳晃洋、表ローテ2人目秋山拓実、表ローテ3人目佐伯広人、裏ローテ1人目西勇輝。裏ローテ2人目西純也、裏ローテ3人目
大竹耕太郎。勝ちパ1人目、岩崎優。勝ちパ2人目、カイル・ケラー。勝ちパ3人目、湯浅敦樹。投手陣はタイガースの強みです。先発ローテでは去年投手3冠を獲得した青柳投手をエースに据え、他にも実績十分の西勇輝投手がいます。それに加えて去年から1軍で成長著しい若手の西純也投手や才木投手がいます。そして現役ドラフトで獲得した大竹選手は大当たりの選手でした。さすがソフトバンクさんの投手です。伊藤将司投手のコンディショニング不良により空いた穴を埋めたのは、2年連続で2桁勝利を達成したこともある秋山投手でした。そして何かあった時のために第2先発という形で控えるのが村上投手です。去年一昨年とファームで投手タイトルを総なめにした実力の持ち主で、今年もオープン戦で結果を残し1軍で開幕となりそうです。次にリリーフ事情ですが、ここは去年と同様に岩崎投手、ケラー投手、湯浅投手が勝ちパとして投げることになるでしょう。クローザーは湯浅投手になりそうです。強い投手陣の中でも特にリリーフ陣に強みがあるタイガースですが、他にも浜地投手や島本投手、石井大地投手が一軍のリリーフ陣となりそうです。中でも石井大地投手はオープン戦で8試合に登板し無失点を継続、ウィップは 0.22 という意味不明な驚異的な成績を残しました。この活躍をシーズンでも続けられれば、間違いなく勝ちパで投げられるでしょう。今季大ブレイクの予感です。とこんな感じで開幕の布陣を予想していましたが、今年の阪神タイガースはどうなるでしょうか。去年まで矢野さんがチームの監督を務め、 A クラス入りはするも悲願の優勝には届きませんでした。優勝できる戦力は整っていると言って監督に就任した岡田監督は、この戦力を見事に運用してチームをアレに導くことはできるでしょうか。選手の活躍にも期待しますが、監督の采配力にも期待しつつ、今年の阪神タイガースを応援していきたいと思います。